よーし、ガチェリア、オーバーフロッシャーでやっていくと。アンチョビットゲームズ。アンチョビットゲームズはまあそこそこオーバーフロッシャーまあ強いっちゃ強いかな。まあチャージャーがいる場合は、あそこの上下移動するところで戦うって感じですね。ここね。ごめん。しょっぱなからやばい、これは。ここで戦う。ここを上げ下げしながら戦う。あぶね。いきなりぶちかましてきたな。ああ、びっくりじゃない。ひどくない？ちょっと敵。あのチャージャーやりたいな。いやー、きついかも、これ。ナイス。いや、味方てか、ローラー2枚か。ローラー2枚だと、これ、きつくね？これ、チャージャー。なんだ、この試合。うわー。あ、これ、ダメっぽいですね。ちょっと、さすがに、編成がおかしい。いや、よくやるな、味方。これも行かなきゃダメだな。頑張れ頑張れ味方。ああ、ダメか。意外とあいつきついな。ああ、これきつい。ついな、俺かなり。誰倒してんの？チャージまだ生きてんの？危ねえ。こっちは行った方がいいね。いやー、入って。ナイス。ナイス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 。味方ナイス。勝てるか、これ、このまま。オッケー。いやー、よかった。いやー、どうなるかと思ったけど、ちょっと待って。 ちょっと待って、これマジかよ。 味方のチャージャーゼロキルなんだが。 なんか最終、いや、これよく勝ったな。いや、これよく勝ったよ。
まあまあ、まあまあな感じか。意外とファミザップ使う人多いよね。っていうか、このゲーム。でもあれをどうすっかだよな。まあ、絶対こっち来るに決まってるから。うまっ。あ、マジか。オッケー。うまっ。いやー、うめえ。止めたいな。ナイス。やりすぎでしょ、いくらなんでも。そんなにやらんでもいいだろう。オッケー。ここから組以外なくない？この人。ナイス。味方めっちゃボコボコに攻めてんだけど、笑うんだが。はい、オッケー。アンチョビットゲームズはね、やっぱオーバーフロー社結構いけんだよね。強いんだよ、アンチョビット。こうなんか道幅が狭いところがあるのが強いんだけど、まあでも今回味方がたんな異常に強かったな。さっきの試合と違って。味方強かった。よし。じゃあ今日こんなところで終わりにしようかな。では皆さん、もしよかったらチャンネル登録&高評価お願いいたします。いつもオーバーフロー社で投稿しております。あと、だいたい毎日ライブ配信を、まあ、夕方から夜にかけてやってますね。はい。ではまた、ずんだでした。